はい、では2階の部屋を取っていきます。開けるとすぐ左側にあるのが、ベッドですね。あとリビングも兼ねていると思うんですけれども、こちらにあのテーブルと椅子もあります。で、あのその横に見えるのがスリッパを立てるあのホルダーだと思います。で、こちらの角地ですので、このようにあの窓があの2方面についてまして、今日はちょっとあの天気が悪くて暗いんですけれども、晴れると非常に明るいと思います。で、奥の方に行くと、テレビ、それから勉強机、テーブル、あとスタンドがあります。で、ベッドもまだあの布団が入ってませんが、大きなサイズのベッドが一つと、あと横に、キャビネットが、背の低いものが一つ、あとゴミ箱があります。で、このな、あの横はですね、クローゼットになっています。ちょっと開けてみます。まだあの準備中ですので、こういったあのものが入っているんですけれども、大きさをまず確認してみてください。コートですとかスーツは上の棚に、下の方にあの、まあ、カバンですとか靴ですとか、そういったものもしまっても大丈夫だと思います。で、入り口から、右の方に入るとキッチンになります。ウォーターサーバーがありまして、ここにキッチンありますね。かなりあの収納は豊富になっています。で、下の方を開けてみるとですね、このように鍋、フライパンなどがしまえる十分なスペースと、あとこういったあのまな板や包丁を立てられるホルダーもついてます。このように引き出して使うことができるので非常に便利です。で、もちろんあの炊飯器、電気ケトル、あとマイクロウェーブですね、こういったものは基本的についています。で、巣のすぐ横にあるのが、テーブルです。食卓ですね。ここもあの外の景色が見えるので、なかなか雰囲気はいいです。そしてここを見てください。本棚、こんなにたくさんの収納力がある本棚ですね、あるんですよ。とてもあの日本人の方からのリクエストが多い本棚ですけれども、ここは困りません。あとこの本棚のおかげで、あのスタジオタイプとはいえ、ちょっとあのワンベッドルームのような仕切りのようになっています。はい、次に行くのが、バスルームです。キッチンのすぐ横にあります。ここにあの洗面台がありまして、で、奥にあの男性用の便器がなんとついています。そしてあのこちらに普通のお手洗いですね。これだけです。こちらもあのシャワーとはあの分かれています。和と分かれているかというと、この洗面台を挟んで反対側なんですけど、こちらにシャワーブースがある形です。ですので、あのきちんとあのシャワー、トイレ、あとキッチン、あのベッドとなかなか分かれているのが、あのスタジオとはいえ、あのなかなかまとまりのいい部屋だなというふうに思います。以上、2階のレポートでした。